はい、皆さんこんにちは。今日は Apple Store の新製品ですね。こちら MacBook Pro 用のハーシェルというところのね、スリーブケースなんですよね。で、こちら14インチ用を購入しましたけど、他にもね、16インチ用っていうのがありますけど、で、今日はですね、こちらちょっとしたね、面白い仕掛けのあるね、スリーブのようなんでね、まあそのあたり含めてチェックしたいと思います。はい、ということでね、こちらハーシェルの MacBook Pro 用のスリーブなんですけどね、これね、ちょっとした仕掛けっていうのはここなんですね。 Apple の AirTag ホルダーが内蔵されているというね、まあそういったケースなんですね。で、昨日の動画でね、これ紹介したかったんですけどね、ちょっと雪の関係で手に入らず、やっとね入ったんで、こちらね、今日はチェックしていきたいと思います。で、まずね、開けていきますと、で、このハーシェルってね、ブランドといえばですね、かつてね、Apple Store で結構扱ってた時期がありましてね、なんかバックパックもあったり、あとはね、iPad 用のスリーブもあったりとかね、まあそんなんでね、結構なんかその時はポップで可愛らしいようなね、まあ、そんなデザインのブランドとして私結構ね、好きだったんですよね。まあそれでね、久々に新製品として Apple Store にね、並んだんで、こちらですね、ちょっとね、開けていくと、ファスナーね、こういう感じでプラスチック製のやつですよね。で、内側の方ね、このように、中ね、ふかふかな感じでですね、MacBook を優しく、包んでくれそうな、このね、パッドの厚さが結構ね、がっちり感ありますよね。これは乾燥剤です。で、そんなんでね、結構しっかり守ってくれそうな感じの、ね、MacBook Pro 用のスリーブなんですけど、で、これね、内側のこのポケットの裏材なんかね、ストライプになっていて、まあ可愛らしいこのね、ハーシェルのデザインの片鱗を残したような、かつシックなデザインになってますよね。で、肝心のね、エアタグの部分探したらね、ここにありましたね。このね、ここですね、これ右の上の方。で、ここにね、ポケットがちっちゃいのがあって、で、なんか入ってるんでね、引き出してみるとこんな感じで、おお、なんかちょっとね、可愛らしいタグが入ってますね。で、写真に撮るとこのようなデザインで、まあこの辺りもね、まあハーシェルっぽい可愛らしさが残ってる感じはしますかね。で、これね、指入れてみるとね、かなりね、ぴったりなサイズに設計されてるようですね。エアタグサイズという感じですけどね。まあこのね、内側のふかふかはかなりね、気持ちいい感じもいたしますね。で、パッドも結構厚めなんでね、先に重さを測っていきたいと思います。こちらが、まあ大体 243g ぐらいなんでしょうかね。まあパッド入ってるものだと 200g 台前半ってよくありますよね。で、ちなみにね、これアナハイムっていうもっとこう軽くてね、まあパッドもこう薄い感じで、こう落下したらやばそうなやつなんですけど、軽くてよく使っているやつが、まあこれがですね、かなり軽くて 36.3g ですからね。まあこのあたりと比べるとかなりね、違いはあるとは思います。あともう一つね、私が14インチでよく使っている、このキャリータイトというところの。で、まあこれはね、外側がこう撥水したりとか、まあパッドは薄めなんですけどね。で、これがね、188.7g となっていますから、まあ 50g ぐらいこれより重いんですよね。で、ちなみにね、これはイナテックのデニムで、これちょっとね、16インチのしか見つからなかったんでね、これが283ですから、まあパッドの厚いやつはこんなもんなんでしょうね。はい、それではね、MacBook Pro の14インチの方を入れてみたいと思います。こちらですね。まあ、この去年のね、秋に出たばかりの M3 Max ですけども、ピシッと入れまして、おー、これね、かなりぴったりサイズになっていますね。これはね、Apple Store が特注したのかどうかは知りませんけどね、経緯は。かなりね、この設計自体がピシッとなっていて、ぴったりサイズということがね、わかると思います。うん、なかなかいいですね。フィット感はかなりのものですね。ただし、フィット感はね、かなりのものなんで、この外側のポケットについてはかなりタイトだと思った方がいいですね。例えばこういった充電ケーブル入れるなんていうのは全く問題がないですけど、ただね、これ純正の、例えばね、こちら MacBook Pro 14インチ付属のね、これ96ワットかな。まあ、このサイズの電源アダプターはちょっと厳しいかなという感じですね。あんまりおすすめはしないですよね。なんで、まあ、例えば、まあ、容量ちょっと足んないですけどね、30ワットのぐらいで薄型の入れるんだったら、まあ、問題ないような気がしますけどね。まあ、あくまでもケーブルとか、あるいはね、書類を入れたりするようなポケットだと思った方がいいかもわかりませんね。
ただね、こんなフィット感がね、しっかりしたスリーブケースには久々に出会いました。で、あとは聞かれると思うのでね、こちら、テック21のハードシェルをつけた状態ではどうかという感じで、これ入んないのかなと思ってたらね、意外にね、ギリギリ入ったりするんですよね。私自身はこういう使い方をする予定はなかったですけども、まあ、一応ね、ファスナーギリギリでちょっと固めでしたけども、入らないことはないというところはですね、まあ、共有しておきたいと思います。で、あとはね、これも聞かれると思うんでやっときますが、M2 の MacBook Air 13インチどうなんでしょうね。まあ、どのぐらいサイズが余るのかというとこですけど、で、入れてみると、まあ、かなりね、余裕はありますけどね。ただ、まあ、実際閉めてみると、このぐらい余裕のあるスリーブケースっていうのは汎用品ではよくある話でね。まあ、このね、MacBook Air 13インチ用というのを歌ってるのを買っても、このぐらい余裕がある場合はありますから、まあ、これもね、Air の13インチで使えると思いますね。おすすめしないっていうレベルじゃなく、割とね、まあまあフィットしてるんじゃないでしょうかね。はい、それではね、AirTag の方を試していきたいと思います。なかなかね、他のケース、スリーブケースにはないようなね、まあ機能というか仕掛けですけどね。まあ、ちょうどね、このね、タグの上の右上にポケットがあるんで、ここに AirTag の方を入れてみます。で、これね、目立たないんでね、外のポケットに入れたりとか、ぶら下げるより全然ね、泥棒がね、見つけられないと思うんですよね。で、入れた状態で MacBook Pro 入れてみましたけどね、で、この今ちょっとファスナーのスライダーがあるところですけど、これはね、開けた状態だから閉じるとスライダーと位置が被さることはなくて、で、まあ押してみると確かにちょっとボコッとはなっていますけど、ただなんか MacBook にこうね、凹みをつけるようなものではないという感じで、で、これ一回リセットした AirTag をですね、まあこれちょっとカスタム名っていうのをつけた方がいいのかなってところで、MacBook のね、Pro というのを入れて、まあ14とか入れときましょうかね。で、あとはこれ絵文字なんかも選べるんで、こちらは、MacBook というのを入れると絵文字が出てくるんで、まあこれを選びました。まあこれね、既存の AirTag を使う方は名前を変えるだけでいいと思うんですけども、これ最初からやってるんでね、この Apple ID への紐付けとか、まあそのあたりも、プロセスとしてはね、お見せしていますけどね。で、これ MacBook Pro 14という名前のものがこれでね、設定できたわけですね。まあもしかしたらこれね、ケースとかスリーブって名前も追加しておいた方がわかりやすいかもしれませんよね。で、こちらね、音の方を鳴らしてみましょう。とまあ中に入ってますけどね、ちゃんと音聞こえますね。まあ、それでね、MacBook 自体にも探す機能あるんですけど、実はね、私やらかしてましてね。で、このデバイスを探すの方で MacBook Pro 出てこないかなと思って見てたんですけどね、これないんですよね。あれーって思いまして、なんかね、昨年の、まあ、11月に購入してますけど、どうも位置情報サービスをオンにしてなかったみたいでですね。で、これシステム設定の位置情報のところからこれオンにしてですね。で、さらにこのシステムサービスのところでこの探すのところがこうオンになってるのを確認して、で、これだけではね、設定できないみたいで、で、この先ですね、こちらのこの iCloud のところのその他のアプリっていうのを押すとこうね、出てくるんで、で、この探すのところが今ね、オフになってるので、これをね、こうオンにしないといけないんですね。で、これで位置情報の許可をして、で、その後ですね、この Mac のパスワードなんかを打って OK を押すというね、感じで、で、これでね、OK を押しますと、これでね、やっと Mac を探すのがオンになったんですよね。だからこれやってないと、この、まあ、今回 AirTag ついてますけどね、まあ、これが、探すというね、機能が、この MacBook の方では使えない状態だったということでね、恥ずかしながらね、セットを忘れていたようですね。で、これ見てみるとね、この下の方に MacBook Pro 出てきましたんで、で、これで、MacBook Pro 自体の探す機能もオンになったということなんで、まあこれ、MacBook Pro の探す機能よりも、この AirTag の方が、まあ電池の持ちがいいとかっていうメリットがあったりとかね、で、まあ、MacBook Pro は、まあ、Wi-Fi モデルですけど、まあ、Bluetooth その他を使ってですね、まあ、その周囲を通った Apple デバイスの、まあ、ネットワークで位置を探すっていうのはありますけど、ただね、こっちのね、AirTag の方がどちらかというと更新頻度はね、早いような感じが過去の実験で分かっています。まあ、そんなんでね、Apple Store の新製品、ここに AirTag の入るポケットのあるハーシェルのスリーブケースということでね、で、なんといってもね、AirTag もですけども、このフィット感がね、もうぴっ
ったりのサイズになっていましてね、まあこの部分もエアタグがありますよって感じもなくてですね、まあ Mac に変な力がかかったりはねしないような感じはしますけど、ただね私がねバックパックなんか入れるときはこの内側を下にしてですね、まあこれハーシェルのタグの側をこうバックパックのポケットに入れにしても上にしてですね、まあ背中にねしょったりした方がこのエアタグの部分に変な荷重が働かなくてこうね余裕があるようなね感じはしましたけどね。まあそんなんでね、ハーシェルの MacBook Pro 用のケース、まあ Air にもね、使えることが確認できましたし、まあなんといっても MacBook Pro でのフィット感が素晴らしいということで、久々にね、Apple Store でハーシェル売っているということもあって、とってもね、満足した購入になりましたね。まあこのね、パッドの厚さと AirTag という2面で海外出張でも安心して MacBook Pro が持っていけそうです。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。